今アンナさんがっつり睨んでましたよ。睨まれた。ロシアスパイの血が今。あ、そうですか。ここでまた変な信号を暗号だ暗号を発するわけにはいかんか、ね、いかないと。まだまだ日本に攻めちゃダメだと。そう。お笑い、お笑いってなんだろうねと思った。なんかね、ちょっとね、お笑いに対する認識が変わった。そうだね。なんかね、腹抱えて笑うもんじゃないと思った。もちろんあるし、笑えるし、俺ね、あんなに実際本当に笑えるって思わなかった。あ、はいはい、期待値より笑えた方が高かった。ちょっとまた行きたいですよね。期待くらいの。あ、明日期待くらいなの。あ、そう。ハマってんじゃん、それ。明日行きたいとか。競技行くって聞かれたから、うん、普段も結構見られてる、見に行かれるのかなと。全然行かない。初めてなんですよ。初めてですし、多分一人じゃ絶対行かなかったと思います。だって、ほぼ全員知らなかったです。全治ロイヤー知らなかったですもん。本当に。知ってる人いた？千原兄弟。さん、千原兄弟。知らんわ。あと名前が出てこないってことは知らない。あ、メッセンジャー、メッセンジャーナダギ、ナダギなんとかさ。あ、ナダギさん。なんかね、ちゃんと知ってないんだよね。名前は見たことあるか、顔見たことあるくらいの人はいるんですよ。それってさ、やっぱ知ってるとは言えないよね。自信ないもん。でもね、知ってる人が出てても出てると安心しない。テレビで見たことあるということだけなんだよ、感動。あ、そうか、じゃあやっぱりその場で面白いかどうかってね、そうなると。これ言ったらちょっと歴史的にさ、落語って一人でやってるでしょ。あれ二人にしたら面白くなるのかなと思って漫才始まったのかな。なんで二人なの。やたら二人じゃない。漫才が、ま、漫才っていうか、あれ漫才っていうのかな。今日見た劇のほとんど2人なんですよ。2人ずつのセットですね。で、ま、漫才っていうのかな、漫才じゃないのもあったり、コントコントコントも2人なんだよね。ボケとツッコミでね、あれ4人とかじゃダメなのかな。トリオとかありますよね。トリオとかあるんだ、うん、じゃあたまたま今日見たのは2人。なんか流行り廃れもあるしね。あの2人ぐらいがちょうどいい。何人だろう。あれってね、タイとかだと全然形が違うらしいんだよね。んタイ、タイ、タイのお笑い、うん、タイのお笑い、タイ、タイ、タイ国、タイランド。あ、タイ、うん、タイのタイ王国、お笑い、うん、タイのお笑い。お笑いは一人とね、うん、ピンの場合もあるし、うん、基本的にコントやるときってドリフみたいに5人組なんだって。あ、はいはいはい、はい、で、そのうち、で、そのうち4人は健常者で、うん、1人身体障害者が必ず混ざってるんだって。で、すごいね、そういうシステムなんだ。で、うちは全員でゴタゴタゴタってなって、うん、最後その身体障害者の人に中の1人が飛び蹴りして終わるっていう。でも日本だとできない笑いだよね。それみんな面白いんっていう形があるらしいんですよ。でもそうかもね。あのさ、例えばアートだとさ、アウトサイダーアートとかさ、うん、といわゆる健常者じゃない人たちのものってあるけど、お笑いってあるのか。あの昔あのミュージットのね、人がヨーロッパでコミットとかを映画に出しちゃって、うん、その人がいわゆる表現回しっていうか、うん、ちょっと面白かったり、分子的なことをするとかっていうのはあったけど、今だとね、できなそうだよね、うん、そういう、それは差別だっていうことで。結構難しいよね、パラリンピックなんかさ、思いっきりこう、あれはスポーツだからね。あ、そう、スポーツはいいの、うん、何の風刺もないし。あ、そうか、そうか、うん、風刺性はないよね、うん。でも、あれだよね、お笑いの才能あるなら別にね、体のハンデとかどうでもいいよね。そうだね。今日もデブネタとかあったしね。そうだね。太ってる人が自分のデブを自虐ネタに上げて、デブは大変やわみたいな、ネクガル年中夏だよみたいな、ね、あれはちょっと自虐的だけどありだよ。だからありだけど、
その演じてるデブの人が楽しそうではなかった本人そうだそうでもその、うん、その人の言い方とか、うん、やっぱセンスは、うん、で面白くなったり面白くなくなったりすると思うんですけど、そうですね、あのデブ私ね、うん、ハゲがあるじゃないですか、笑い、笑い、ハゲネタ あるね、ジラネタとかね、あるね、私あれね、うん、全然わかんない、面白くないんですよ、あ、はい、なんかハゲてても全然笑えない、じゃない、ね、なんかこうカツラとかでも、うん、どっちでもやめて、うん、なんか全然、うん、トレッターとかでも、うん、全然笑えないんですよ、そうだよね、でそれがなんで笑えないのか、私とかね、そうだから、でもそのツボって結構みんな違う、はい、大丈夫です、面白い人もやっぱいるっていうことですね、うん、上げてたら、うん、結構だからどこがツボかっていうのはトレンドとかで分かるのかな、音楽もさ結構感覚に訴えるもんだからさ、うん、同じ曲聴いてもさこれいいこれ悪いとかってない、まあ、あと流行りしたりもありますよね、あるね、うん、あとやっぱり全体的にそのあるあるネタ、うん、何あるあるネタってあるじゃん、だからこういう人いる、誰でも知ってるような日常の小ネタみたいなのがやっぱ最近のお笑いの人って多いよね、コントにするとき共感がたやすく得られるからだと思うんだけど、そうだね、だから飛行機に乗った時のなんとかとか、ね、電車に乗る時のエトセトラみたいなやつが、うん、舞台が学校だったり会社だったり、ね、そう、でも俺そういうの割とどのお笑い見てもテレビとかで多いから結構、まあ、やっぱたくさん聞くから聞き飽きちゃうみたいなことがあるんだけど、今日で中気味なんだ、うん、西と小島自身が変なことしないと耐えられない、じゃなくて、じゃなくて言いたいのは今日西川のりおさんに出られてて、西川のりおさんが一人でコンビニあるあるネタを幕下手でずっと喋ってるコントがあったんですよね、やってたね、それはめちゃくちゃ面白かったこのね、面白かった話をね再現できないんだよね、うん、そうなんだ、僕ら素人がこれ面白かったんだよっつってもね伝わんない、やっぱプロなんですよね、再現がネタそのものを再現できないんだよね、そう、そうだから解説するだけだよ、見てくださいとしか言えなくなっちゃうんだよね、最終的に何でもそうですよね、音楽でもさこのメロディー良かったんで歌ってもさ伝わんないじゃないですか、音程外すしね、そうそうそう、ということで話続きます、おやすみなさい、はい。